とね、RX だと、都内のコインパーキングとか止めるのは、結構勇気がいる。重さから来る、このどっしり感みたいなのもあってですね、乗り心地は良いですね。はい、どうも、車かじわワンストップチームです。今回は、新型レクサス RX。私もね、購入して納車待ちとなっていますが、そちらの 2.4 リッターターボ。モデルとなっている RX350 の F スポーツ AWD、 こちらにディーラーで試乗させていただきます。すでに先行試乗会で RX350 のバージョン L には試乗させていただいてたんですけれども、 F スポーツは今回が初めて、しかもまあ走り慣れた街中ということで、インプレッションしていきたいと思います。それではエンジンかけてみましょう。ポチ。おお。こういうオープニングサウンドがあります。それでは早速、シフト D に入れて、走り始めてみましょう。実はね、ここに来るまで、NX350 というね、私が今乗っているレクサス NX、 同じ 2.4 リッターターボと発足 AT を組み合わせた、モデルで乗ってきたので、それとのね、比較なんかもしていきたいと思いますが、まあ、以前、試乗会でもお伝えした通り、NX350 は、本当に、忖度なく言わせていただくと、若干うるさい。うん。エンジンの音が、そんなに遮音されてない。まあ、あえて聞かせてるのかもしんないけども、まあ、若干エンジン音が、入ってくる、印象ではあります。今、信号停止したので、ホールドボタン一回押しておくと、ブレーキホールドしてくれますが、ブレーキペダルを離すとね、すぐね、アイドリングストップ解除されちゃうのは、NX350 と同じですね。うまくいってる時は、また、アイドリングストップしました。ブレーキペダルから足を離します。お、今回は、アイドリングストップ継続されてます。これ、ブレーキペダルの離し方とかによるのかな？バッて離すと、すぐエンジンかかっちゃうとか？え、そんなピーキーな設定ある？ちょっとまた次、信号で止まったらちょっと試してみたいと思いますが、もしそうなんだとしたら、どっかになんか、書いといてほしいというか、周知してほしいところですけど、普通の感覚でアイドリングストップして、で、ブレーキペダルを解除すると、なぜかエンジンがかかっちゃうんですよね。で、今街中ゆるりと流していますが、あ、なんかウインカーの音が NX と変わってますね。またちょっとアイドリングストップさせてみましょう。はい、止まります。アイドリングストップしました。ゆっくりブレーキ離してみましょうか。お、アイドリングストップされてる。え、このブレーキペダルの離し方によるの？もしかしたらブレーキペダルをそーっと離すとアイドリングストップが継続される？まさか、そんな、裏設定？まあ、それはさておき、インプレッションですけども、だいぶ静か。で、アクセルに対する出力がですね、NX よりも、だいぶ、扱いやすくなっています。NX は、結構、微低速域とか、完全停止からの発進だと、ちょっとギクシャクするというか、ドンと出ちゃう時とか、あと、1速から2速にシフトアップするときに、ちょっとシフトショックを感じるシーンとかがあったりとかするんですけど、NX350 ではですね。お、ちょっとまたアイドリングストップチャンスになるんで、ちょっとやってみましょう。はい、アイドリングストップした。ブレーキペダルをボンと離してみます。あ、エンジンかかった。もしかしたらだから、ブレーキペダルの離す速度によって、アイドリングストップが継続するかどうかが変わってくんのかも。これはもしかして NX350 を長く乗ってたのに気がつかなかったのかっていうところですが、NX オーナーの皆様、もし知ってる方いたらちょっとぜひコメントいただければと思います。やっぱ RX はね、350が個人的には一押しかもしんない。まあ、なんでかっていうとですね、450H プラスとか 500H ももちろんいいんですよ。静かだし、トルクも
もっとねあるし、ハイブリッドだし、プラグインハイブリッドだしっていうところで全然いいんですけど、メーターのインフォテインメントがですね、この8インチのものじゃないですか。そうするとハイブリッドインジケーターが見たいであるとか、バッテリー残量と平均燃費が見たいであるとかっていう、そういうこうニーズがある際に、この8インチだとどうしても足りないんですよ、情報が。だったらハイブリッドの情報を見なくて済む350が一番メーターに関する不満が少ないかなっていうところと、あとは価格ですね。で今回 RX350F スポーツ AWD なんで、まあ、込み込み価格になると800万円前後になってしまうという、まあ、高価なモデルになってますけど、 RX350 だとバージョン L の FF も選べるので、まあ、そのぐらいだったら結構満足度高いんじゃないかと。700万円台にはなっちゃうと思うんですけども、まあ、それでも450H プラスであるとか 500H F スポーツパフォーマンスとかになると1000万近くなっちゃうんですよね、込み込みで。そうなるとちょっとコスパ的には、高いかなっていう風に思ってしまうんで、だったら見た目も内装の質感も同じの350で十分なんじゃないのとは思ってしまいますけどね。まあ先代の RX は私3回買ってるというあたおかですけど、まあ初期モデルが 450H っていう 3.5 リッターハイブリッドを買って、その後は300っていう2リッターターボを2回買ってるんですよ。っていうのも、先代の RX でも、RX の所有満足度の大きい部分を占めるのっていうのは、この大きいボディから来る迫力の見た目と、やっぱ内装の質感の良さ、そしてあとはシートベンチレーション、他の快適装備っていうところが、RX を所有していた上での、満足度の上位を占めていた部分だったんで、動的質感っていうところをまあ求めていなかったっていうのがまあ私個人の感想だったんで、だったら見た目も内装も装備も同じかつ安い RX300 で良かったんじゃないのってことで300を後半では買って、で F スポーツの FF っていう コスパの良いねモデルを買っていたっていう経緯があるんですが、今回の RX も見た目も装備もまあ、500H だけ DRS がついてるっていうところはありますけど、まあ、それ以外の快適装備とかは全く一緒なんで、見た目もほぼ一緒なんで、だったら350がおすすめっていうのは、まあ、個人的な、意見ですね。まあ、もちろんやっぱりモアパワーを求めるであるとか、さらなる静粛性を求めるっていう方には、450H プラスとか、500H とかはおすすめではあるんですけど、まあ、そうなってくると、ちょっとメーターのインフォテインメントが1000万クラスの車としてはちょっと物足りなさを感じてしまう部分なんで、だったらクラウンでいいんじゃないのって思っちゃうところなんで、そこがね、クラウンがちょっとよくできすぎてる部分っていうのが、RX500H とかのこう魅力を、かすませている原因でもあるっていうもんで、自社競合をかにばっちゃってるっていうところではあると思うんですけど、まあ内装の質感においては、まあ RX の方がクラウンよりやっぱはるかにもういいですよ。クラウンではね、ちょっとチープだなんだって言われてる部分も、RX であれば全く不満はない部分だと思うんですが、まあとはいえ250万円以上高いプライシングとなると、結構クラウンの方が優れてる部分っていうのもあったりするんで、それと比較すると、ムムムと思ってしまうところだったら、RX350 とかのモデルだったらそんなに不満もないかなというところ。やっぱブレーキペダルの離し加減をゆっくりにするとアイドリングストップ継続するのかな。ちょっとオーナーさん知ってる方いたらご意見ください。私今更式がついたのっていう風に言われるかもしれないんですけど、NX350 もう5000キロぐらい乗ってるんですけど、1年でこれ録画しているのの1週間後ぐらいに納車になったんですけど、去年のね1月後半に納車になりましたが、1年で4800キロぐらい走ってかな、5000キロ弱走ってるんで、私のラインナップの中ではかなり走ってる部類になると。まあ、というのも山口県まで NX で行ってるからというところですね。ここ今荒れている外環道の下の道ですけども、めっちゃ静か、
ビビリ音とか発生させてない、この辺はやっぱさすがレクサスという感じがありますね。あの結構輸入車とかでもこの道走るともうどっからともなくビビリ音が聞こえてくるんですけど、レクサスはね、イオン対策に関してはもうむちゃくちゃやってますから、トヨタと比べても全然、この内装剥がすともういろんなところにフェルトみたいなの貼ってあったりとかして、絶対イオンを発生させないぞっていう気合が感じられる、処理がしてあるんで、そういうところとかの満足度も高いんですけど、この RX350 でもこの荒れている舗装路でもビビリオン発生させてないですね。やっぱエンジンルームからの遮音は NX350 よりはるかに静かになっているので、 NX だとそのアクセルに対するエンジンの制御もあのやや回る設定になってるんですよ。2000回転以上とか回しちゃう設定になってるんですよね。それに比べるとこっちの RX350 の方はあのもっと低回転よりにトルクが振ってあるのか設定が変えてあるのか、発進加速とかでもそんなにあのエンジン音が車内に入ってくるってことはないですね。あと結構そのギクシャク感みたいなのが NX350 では感じられてたんですけど、そういう AT とのつながりのところでも違和感はなく乗れてるんで、やっぱ一回り二回り同じ350対比で比較した時も NX より上質になってるなというのは感じることができますね。まあ価格においても100万円までいかないかもしれないけど、そのぐらい価格差にはなってしまうかもしれないけども、同じ350買うんだったら、RX の方が、まあ、満足度は高いかなっていう気はしなくもない。ただ、でかいですからね。やっぱ NX はサイズ感が、まあ、全幅が 1.85 を超えてしまっているとはいえ、まだ扱いやすいサイズに収まっているので、ちょっとね、RX だと、都内のコインパーキングとか止めるのは、結構勇気がいる、ぶつけられたりドアパンされたりする可能性が結構上がるので、そういう意味では神経使ってあの仙台も乗ってたんですけど、今回もおそらくそうなるんじゃないかなと。ランクルほどじゃないにせよ、でもまあ乗ってる感じだとそのランクルとかほどあのやっぱボディの大きさっていうのは感じない、あの扱いやすさになってると思う。それは多分ステアフィールとかアクセルに対する出力とかがあのドライバーの意思に対してあの齟齬が少ないからだと思うんですけども、大きい車乗ってるなっていう感覚はそんなにない、ランクルとかはでっかい車乗ってるなっていう感じはある、それはでかいんですけど実際に。その辺の運転していてのストレスは RX は意外とあのそんなにないけど、やっぱ横方向の車内の広がりとかは NX と比べてもやっぱだいぶゆったりしてるなという感じはありますね。まあ、でもですね、NX もよくできてるんですよ。で、14インチのナビの画面も同じだし、メーターも同じだし、パワートレもなんだったら350で対比したら同じだし、プラットフォームもね、同じだしっていうのを考えると、こういうところのオーナメントパネルが、その、アルミを使っていたり、本木目を使っていたり、こういうところスエードを使っていたりっていう良さは、RX にはあるんですけども、NX も、仙台 NX と仙台 RX ほどの、内装の質感っていうのの差がないんですよ、今回の NX と RX って。だから NX 買っても結構満足度が高く乗れるっていうところはありますね。仙台の NX 対 RX ほど今回の RX はNX に比べて所有満足度が高いかって言われると、そこまで差がないというふうに言い換えることもできると思うんで、 450H プラスとかもNX と RX 同じパワートレーで、かつ NX の方がまあ軽いっていうところとかコンパクトっていうことを考えると、まあ350とかね、まあ今これから発売されるであろう 350H とかも NX と同じパワートレーなんで、それ考えると意外とまああえての NX を選ぶっていう、 RX じゃなきゃ得られないメリットっていうのは、まあ、見た目から来る迫力、あと内装の質感、アドバンスとドライブ、リアのシートベンチレーション、このぐらいなんですよね。でも 500H だけはパワートレーンの差があるんで、500H を選ぶんだったら RX を選ぶ価値っていうのはあると思うんですけど、それ以外のパワートレーは、ほんと NX と一緒なんで、それだったら、動的質感っていうか、動力性能的にはですね、パワーウェイトレシオとかトルクウェイトレシオに関しては、NX の方が軽いんでいいっていうところはありますけど、まあ、ただ今日こう 350H RX 乗って、感じるのは
動力の不満、重くなったことによる動力性能の差よりも、アクセル回路に対する出力の制御が良くなっているのと、エンジンルームからの遮音性とかが良くなっているのと、AT のこうギクシャク感とかが払拭されているところの良さっていうのが感じられるので、ドライブフィールの上質さっていうところで考えると、まあ、RX の方が、やっぱ一回り二回り上質になってるんで、単純に速さだけを求めるんであれば NX の方が速いかもしれないけど、動的質感の上質さっていうのを求めるんであれば RX も良いよっていうところですね。うん。だ悩ましい。プラス100万円前後で RX を選ぶか否かっていうところですね。でも350対比で考えると、RX の方がいいかも。これが 350H とか 450H プラスになるとわからん。もしかしたら NX450H プラスの方が、いい可能性もある。乗った時の感動がですね、NX450H プラス乗った時の感動がもうズバ抜けてよかったんで、RX450H プラス乗った時は良かったんですけど、これとか、あと 500H とかも良かったんで、NX の350とか、NX の、350H とかと 450H の差よりも RX の 450H プラスと、350-500H の差はそんなになかったと。皆さん、ジャーナリストの方は 450H プラス推しですけども、まあだから 450H プラスと 500H の価格差が30万円しかないんで、それ考えると甲乙つけがたしと。いうところはありますね。で、今、市街地の、まあ、割と細い道を走ってます。で、こういうね、30キロとか、割と低速域の街中って、マンホールとか、あと舗装の状況とかの突き上げが感じられたりするんですが、さすが RX は、だいぶ上質。重さから来る、このどっしり感みたいなのもあってですね、乗り心地は、良いですね。で、ブレーキタッチも全然過不足なく効いてる。全く違和感ない。初期制動が弱いとかそういうこともない。この辺はだから最近のレクサスって、動的質感の部分、まあ、トヨタも含めですけども、動的質感の部分って本当にいいなと思うところですね。街中では本当に2000回転回さずに足りてしまうので、静かですね。個人的に今回の RX、新型 RX の中で一番おすすめは350と言わせていただきたいと思いますね。200万円ぐらいやっぱ 450H プラスとか 500H より安いんで、それでもやっぱ800万円前後までいってしまうんですが、それ考えると RX350 のバージョン L の FF とかは相当一番コスパがいいんじゃないかなと思うところですね。まあそもそもね、RX は買えるのかっていう問題があるとは思うんですが、まあこれからね、初期の抽選に外れてしまったとしても、まあこれ今後抽選とかですね、続いていきますんで、諦めずにエントリーし続けるとかですね、もしくは普通に販売されるのを待つとかっていう、こともできますんで、まあ気長に待つ車種としてはいいんじゃないかなと。といった感じで試乗も終了ですね。ありがとうございました。この後ね、 RX500HF スポーツパフォーマンス、私が購入したモデルと同じ、試乗も控えていますんで、レクサス RX の情報まだまだ知りたいよという方は、ぜひチャンネル登録、ベルのマークをオンにしておいていただけると嬉しいです。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブは、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。